どうも皆さんこんにちは、ゲッツン中継編でございます。ということで、ちょっと昨日今日で2日連続で BA ファンのしかも雑談動画みたいなのでほんまに申し訳ないんですけど、ちょっとねこっちの方の意見も聞きたいのでお話ししたいなと、せっかくなので、うん、で意見交換したいなと思うんですけど、昨日バトルフィールドのチームバランスがおかしいんじゃないかというお話をして、まあ、皆さんもそう思っていたみたいで、あ、そんな感じなのかな、やっぱりって思ったんですよ。でこっちの方はどうなんかなって思うんですけど、あの BF1 の新武器のアンロック制度についてどう思います？ちょっと BF1 全く持っていない人には何のこっちゃっていう話やと思うんですけど、まあ今、まあ、ゲームの業界っていうのは、本編が発売されるでしょう。そしたら DLC っていう追加コンテンツっていうのがあって、でそれが BF だったらだいたい4つ出るんですよ。で、4つ全部単品ずつで買うこともできるんですけど、総合でシーズンパスって言って、まあ、安くお買い求めできるプラス早く配信されるっていうね、シーズンパスっていうのもあるんですけど、それを買うと、まあ、大体1つの DLC に、大体どれもマップと新武器っていうのが入ってるんです。従来っていうかほとんどのDLC には、普通に買ったらすぐ新武器新マップが使えるんですけど、BF1 においては、全武器がアンロック制になっていて、例えば、新しく DLC を買って新武器が4つ入っていたらそれぞれに、なんか何々の武器を使って50キル何々をして10キルとかね、そういった条件があって、それをクリアするとアンロックされるアンロック制度が採用されてるんですよ。でこれについてちょっとお話ししてもいいですか？最初はまあ別に悪くないかなと思った、でも今は少し行き過ぎている気もしてきている、どう思いますか？まあ、新武器がガチャになっている、まあ、言っちゃえばモンストみたいな感じで新キャラとかがガチャになっているゲームもあるんです、据え置き機で、あの COD とかね。まあそれは置いといて、で BF は、そういったガチャとかいう制度はなくてアンロック制度なんですよ。でこのアンロック制度っていうのが俺は正直言ってあのね訳が分からんいやまあね、あの多少のアンロック制度はいいんですよ。 DLC1 で出たあの武器のアンロック制度程度やったらまあまだいいかなっていう感じはするんです。あの BF1 っていうのは第一次世界大戦じゃないですか。で第一次世界大戦で武器の種類が少ないんですよ、とにかく。だからさ、アタッチメントで光学表示をつけるだけで武器を1種類増やしたみたいなね、そのまあ言っちゃ悪く言っちゃえばかさ増しみたいなことをやってるわけです。まあそうやってね、あの武器の種類が少ないから、あのそんなにポン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 新武器を出せるわけじゃないんですよ。で、あの DLC とかそういう新しいコンテンツが入ってきたらバーって人が、戻ってきてサーバーが盛り上がるじゃないですか。で武器をアンロック制度にすることによってやっぱり何試合何もう10試合20試合ってやらないと全ての武器アンロックできないから多く人が残り続ける。だから外からガーって来て、わ久しぶりにやるかっていう人たちが、BF1 に滞在している時間が長くなる、通常より。それはまあいいと思うんですよ、いいことやと思うんです。ただね、少しきつすぎないかなっていうのは感じてきた、でそもそもシーズンパス、まあ、プレミアム会員である人たちにその対象をさせるのか、アンロックをさせなくてもいいのではないかなっていうのもあるんですよ。私ねちょっと、あもうこれおかしいなって薄々感じて、ってかもう確信に変わったのはあのヘルリーゲル防衛です。あれアンロックしてますか皆さん私はランク97ぐらいなんですけど、あのねしてないてか終わってねえ、あれ対戦者地雷で20キルでしたっけ、しないといけないんですよ。あのね対戦者地雷にね引っかかる戦車なんてね今ねそんないないですよでしかもそういった乗り物ってマックスで言っても4台ぐらい4台5台ぐらいしかないじゃないですか。それでどういうことが起きたかっていうと、32人がアンロックするために対戦車地雷持って壊しに行くんですよ、で対戦車地雷がもう至る所にばらまかれてるでしょ。ばらまかれてるからもう戦車側も気づいてめっちゃ警戒するわけです。でめっちゃクリアリングしてて、あのねほとんど引っかからなかったほとんど引っかからなかったんですよ。でみんな戦車を壊すためにいろいろ特攻するから、あのね本来の BF1 のゲーム展開すらもうめちゃめちゃになってた、めちゃめちゃになってた。やばかったよねあの時、やばくなかった
ねえ、みんな開幕 C に突っ込むではなく、開幕敵陣の道路に突っ込んで地雷ブワーってばらまいてみたいなね、もう取り合いですよ。もうなんかそもそもバトルフィールド1っていうゲーム自体もちょっとおかしくなってきてたんですよ、そのアンロック制度のせいで。で実際何パーの人があれアンロックできたんですか、あれでしょ。ヘルリーゲル防衛っていうのをせっかく開発側が作ったのに、あまりにもアンロック条件が厳しすぎて使われなかった、使われなかったと思うんです。使った人ってか、アンロックした人ほとんどいないんじゃない、本当に 20%30% ぐらいじゃないんですか、あれアクティブユーザーの。ってことは非常にもったいないことをしていると思うんですよ。まあ厳しくすれば厳しくするほど、ユーザーがそれをアンロックしたいがために残るっていう考えだったと思うんですけど、それのなんかある一定のなんかラインみたいなのがあって、それを超えちゃうと苗になると思うんです。苗るんですよ。で新しくロシアの DLC の新武器のアンロックみたいなのがあったんですけど、あのねやっぱりねきついよ、きつい。なんかもう平気でなんかオートマチック塹壕で50キルとか、なんかトレンチガンバックボアで40キル、1ラウンドに対戦車ロケットガンで5キル。これねきついと思うよ、初心者には。なんかBF1 って言っちゃえば競技性がすごく薄いので、FPS のライト勢に向けたお祭り系のゲームなんですよ。だからそのプロみたいなのもなかなかこっちには参戦してこないじゃないですか。別にそんなあんまりキル重視のゲームでもないし、薄いんですよ FPS の競技性としては。すごい薄いんですよ、戦略性は高いと思うけど、そういった薄いゲームなので初心者がすごく多くて、で実際そのこれを作ってる EA っていうね会社があるんですけど、その会社の決算でバトルフィールド1が歴代の BF シリーズで一番売れたと。でさらに、3分の1以上が、初めてバトルフィールドを触った人、言っちゃえばバトルフィールド初心者なんですよ。でそういった新規の層を取り込むことに成功したんですよ。のによこうやって40キル50キルロケットガンで5キルとか、なんか挙句の果てには何窓線のなんか LMG があるんですよ、 LMG で航空機を2機撃墜とかね。これは新しく追加 DLC で入る重爆撃機の機関砲のところで使えるらしいんですよ。でそれで落とすっていうのもできますけど、32人いるんですよ、何人乗れるんそこにね。もう厳しいと思うねんそういうのが。でもうほんとね、さらにはねなんだっけ、またあったよな、あったうん、対戦車地雷で戦車を5台破壊、またあるんですよ。マジでよ、あんまり。でワイヤートラップ爆弾で15キルとかもあって、だからワイヤートラップって、普通にやってたらそこそこ引っかかるよ。ただワイヤートラップで15キルしてくださいっていうお触れを出した瞬間に、みんなワイヤートラップ仕掛けるでしょう。そしたらもう嫌顔でもワイヤートラップに警戒して引っかからなくなるから、対戦車地雷と同じようになるから、めっちゃ厳しいと思うよ初心者には。いやてかね、上級者でもかなり時間がかかる。結論、萎えるんですよ。しんどってなって萎える。いやもちろん萎えない人もいるよ、なんかそのこうやってアンロック制度にすることになって、普段使わない武器とかも使えて、なんか面白いなと、なんか普段使わない、ロケットガンとか使わない人とか対戦車地雷とか使わない人とかが、それを使うようになるじゃないですか。あ、こういうやつもあるんだと、こういうガジェットもあって、こういう戦い方になるんだ、これを使うとしたら、あ、こういう新しい戦い方発見できて楽しいなってなると思うんです、ショットガンとか使ったら。ただね、限度があるよっていう話で、20キルとかさせる限度があるよっていう話で、これはね少しね俺行き過ぎているんじゃないかなっていうのがあります。バトルフィールド1自体が初心者とか新しいユーザーを取り込んだすごい、ライト向けの作品に仕上げてるにもかかわらず、 DLC とかがもう言っちゃえばヘビーユーザー向けになってるんですよ。もうねなんかバランスが取れてないここで。だってここにいるのは初心者とかライト勢の人たちやで、でこういうアンロック、ガチガチのアンロックをやっていくヘビーユーザーっていうのはもう元々 BF1 におらんから、多分4とかシージとかそっち系に行っとる、ゴリゴリのヘビーユーザーっていうのは。もちろん一部はいるよちゃんと、
でも全体的にはそうやん。これはね俺やばいと思う、うん。でね、俺このアンロック条件について思うんですけど、まあ正直言ってそのシーズンパス所持者、あのプレミアム会員に対しては、アンロックはなしでいいと思うんです。だって金払ってるからね、うん。で払っていない人に対してはこの条件をクリアするとアンロックできますよ、でいいと思います、うん。そしてさらに言うのであればシーズンパス所持者にもこのアンロック条件を貸していい、うん。例えばなんか A の武器が使えるようになるためには B の武器で50キロしなければならないっていうのがあるでしょ。でその A の新武器自体はもう最初からアンロックされて使えるんですよ。ただそのアンロック条件、元々のアンロック条件同じようにクリアした場合には、シーズンパス所持者プラスそのアンロック条件を満たした人でしか手に入らない限定の迷彩が手に入るとかね、そういった対策でいいと思うよ。そしたらなんかすごい限定な迷彩が欲しい人は頑張るわけやん、うん。で別にそんなんいらんから新武器とか使いたいっていうライト勢の人たちは新武器が使えてやっぱ嬉しいわけや、うん。で残るわけよ、萎えないわけ。これでいいと思うんですよね。モンストでいうあのワクワクミンみたいな感じだと思うね。ワクワクミン使って特急 L にするか自力で特急 L にするかみたいな、そんな感じの差別化で俺はいいと思うんですけど、これあまりにもねきついと思うよ、うん。これめっちゃきついと思うわ、うん。だってもう明らかに歴代のバトルフィールドシリーズを見ててもこのゲームはキルゲーじゃないんですよ、うん。全然キルゲーじゃない、キルしなくても全然上位に入れるぐらいあのキル以外ですることがたくさんあるんですよ。もうキャプチャーしたり裏取り行ったり蘇生したりとか言ってね。でもこうやって結局何々を担いで50キルとかした時点でまたコンクエストがただのキルゲーになりますよ。せっかくキル以外のところに重点を置いてなんかすごい、機能したキャプチャーゲームになっているのに、そのキャプチャーゲーム自体を崩すキルゲーを助長するようなアンロック制度になってて、俺はこれは正直言っていかがなものかなっていう風に思いました、うん。はい、っていうのが、私の意見なんですけど、皆さんはどんな考えですか、うん。まあ、そういう感じで今回のアンロック制度について、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。